はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回はシュアのベータ 98HC というクリップタイプのマイクを手に入れましたので、これのサウンドチェックをしていきます。いつもにましてね、マニアックな内容になってますけれども、ご興味あればぜひ見ていってください。はい、こんな感じでかなり小ぶりなんですけれども、スタイリッシュっていうかね、見た目がかっこいい感じのマイクになっています。で、通常管楽器ですね、サックスとかトランペット、トロンボーンのベルの部分にクリップでつけてライブの時なんかに使われることが多いマイクなんですけども、まあ、僕は当然パーカッションなんでね、パンディーロという、楽器にこういうふうにつけて、まあ、このように演奏できるように導入しました。で、このマイク結構いいお値段なんですね。まあ、ぶっちゃけ言うと僕メインで使ってるパンディーロよりもこっちのマイクの方が高かったですからね。なんでこのクリップタイプのマイク欲しいなと思ってもね、なかなか高いなと、その価値あるかなと、こう買い渋ってる、迷ってる方いらっしゃるかなと思いますので、この動画を判断材料にしていただければいいかなと思います。で、僕もね、これパンデロだけ使うのもったいねえなと、こう貧乏症っていうかね、コスパ魂が働いて、例えばね、こうクリップをこうリムとかにつけて、コンガとかにこういう風に使えねえかなと思ったわけですね。これ実際、使えたらかなりコンパクトでいいですよね。見た目もこうスタイリッシュというかね、かっこいい感じになるので、今回ね、パンデロ以外の楽器、まあ、使えそうなパーカッションですね、このマイク使ってサウンドチェックしてみましたので、他の楽器どうかなと気になっている方も、ぜひチェックしてみてください。はい、ではまずは簡単にスペックを見ていきましょう。細かい情報はメーカーサイトなどを見ていただくとして、ここではですね、僕が事前にサイトなどを見てもよくわからなかったぞという点をお届けできればと思います。まずこれね、超基本的なことなんですけれども、コンデンサーマイクでございます。コンデンサーマイクって何っていう説明しないんですけれども、まあ、要するにこれだけでは使えない。電源が必要っていうことですね。オーディオインターフェースとかミキサーにつないで、そこからファントム電源を供給する必要があります。で、これはベータ HC のワイヤードタイプっていうやつを僕は買ったんですけども、ワイヤードタイプはね、こういうキャノンのアウトになっています。他にもワイヤレスタイプだったり、ドラムのタムクランプにつけられるような形状の、マイクもあるようです。ただ、あのタムクランプにつけられるようなやつはね、こういう小型のクリップでは、ホールドできないようなタイプなので、まあ、パンデロに使うとしたらこのクリップタイプで、まあ、ワイヤードタイプを使う必要があるのかなと思います。で、気になるね、このクリップの幅、どれぐらいの幅に挟めるのかと。いったところなんですけれども、だいたいね、こう限界まで開いて、8ミリから9ミリっていう感じですね、この幅が。なんでパンデイロ、多くのパンデイロでしたら、まあ、問題なくね、挟めるかなと思うんですけれども、挟めないものも結構ありました。具体的にはですね、僕が挟みたかったけど挟めなかったぞというやつはですね、カホンですね。カホンの裏側、これカホンの穴にね、つけられたらかなり便利でいいなと思ってたんだけれども、カホンの厚さには挟まりませんでした。はい。あと大きめのフレームドラムですね。フレームドラムでちょっと分厚い、8ミリを超える厚さのものは挟めませんでした。あとこういうコンガとかのリムにつける場合ですね、裏にヘッドが来てるかどうかによって挟めるか挟めないかが決まります。このリムとヘッドの間に隙間があれば、まあ、こうね、無理やり挟むことができるんですけども、こう裏までぴったりヘッドが来てるタイプの楽器の場合はこれ挟めないかもしれません。そういう場合ね、どっかこういうちょっと出ているところに挟んだりする必要があるのかなと思います。で、次、可動部分ですね。結構こう柔軟に回すことができますし、この関節部分も割と自由に曲げることができます。この関節を固定するパーツが1個ついてるんですけども、このパーツもね、一応取ることができて、まあこんな感じですね。なんでこのクリップが挟むことさえできれば、割と柔軟にセットすることはできます。で、これ打楽器につけて、この衝撃受けちゃうんじゃないのと気になる方もいるかなと思うんですけれども、この首の部分、このマイクに一番近い首の部分がこう、プルプル揺れる感じになってて、ここがショックマウントになってる感じですね。なんで打楽器、パーカッションにつけててもその衝撃でノイズが出たりしないっていう感じです。
で、仮にコンガのリムにこのマイクをつけて関節を思いっきり伸ばした場合、つまりこの座面から一番離した状態でどれぐらいになるかっていうと、まあ、大体この幅が9センチですね。まあ、どうしても近くはなっちゃう。マックスで9センチっていう感じで、まあ、それでこう調整する感じになりますね。はい、ではこのマイクを使っていろいろなパーカッションの音を加工なしで撮ってみましたので聞いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。僕の感想としてはですね、パンデイロとかフレームドラム、要はフレームタイプの楽器で、座面の裏からこのマイクを当てるような楽器はすごくいい感じに撮れたんじゃないかなと思います。ほとんど味付けなしでもね、十分使えるレベルだったんじゃないかと思います。で、反対にこの座面の上からコンガみたいにね、撮る楽器に関してはちょっと低域がやっぱ撮れないなといったところですね。味付けをするかマイキング、例えばジャンベだったら、これを上にクリップでセットして、下から何か低音を拾うマイクをつけるみたいにする必要はあるのかなと思います。ただね、やっぱりこのクリップタイプっていうのがすっ
使いやすいんですよね。これ使えたらマイクスタンドいらないし、めっちゃコンパクトだし、かっこいいし、いいですよね。なんで引き続きちょっとこれをね、使いながら音の味付け、EQをいじったりして使えるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、気になった方はね、ぜひ、試してみてください。で、このマイクに関して何か質問、気になることなどあれば、まあ、僕が分かる範囲で、独断と偏見でよければ答えますので、コメント欄に書いていただければと思います。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。ここにも動画がたくさんありますので、概要欄、再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。